バグフリー。何回か出てるけど、90% がのバグが解放されてるし、しかも分かる。ブどうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。マイクに関して皆さん結構おおむねいいご意見をいただいておりまして、ちょっと大きすぎるみたいなお話もありますけど、皆さんご意見、貴重なご意見誠にありがとうございます。本日もヒヤさん紹介しましょうと思ったんですが、今日は動画の内容がちょっとヒヤさんがいると進まないということなので、ヒヤさんは動画の最後に登場していただきたいと思います。それでは皆さん、本日もやってまいりまーす。ショータイム。コメント、そうだ、先ご覧いただこう。こちらです。兄弟ネーム鍋渡渡辺さんなんだでしょうね。どうせならヒヤさんが立つところをファントムトラップにしてみたらいかがでしょうか。これなかなかいいアイディアですね。一瞬僕も頭の中よぎったんだけど、やっぱりこうやってみんなのコメントで後押しされるとやろうって気になるよね。ってことでですね、ファントムトラップってそんなに難しくないんですよ、作るの。言うて私は、マグクラで一度もまだ作ったことがないので、どうなるのか、わかりませんが、必要なアイテムを集めてこないといけねえ。こんなところに行商に。あの行商にでも前からいたやつかな。まだ頭の中で、軽くイメージはできてるんだけど、完成品、わかんない。本当にうまくいくかどうかはわかんない。ファントムを出そうと思ったらね、3日間寝ない状態を作んないといけないので、この収録中に、そういう風にできればいいんですけれども、まあまあ目指しますけどね。まあ1体ぐらいは引っ掛けるようにはしたいなとは思ってますが。あの、ゴーレムトラップと干渉しないような位置ぐらいまで、上がらないと、やっぱここでいいよな、場所的には。ん？え？めっちゃ透けたんだけど。なるほど、なるほど。透過ブロックが全部透けるんだ。水も見えなくなるってことね。ほら。そういう、あの、実はですね、そういう風なコメントがあったんですよ。兄弟ネーム、もち原田さん。ガラス系のブロックをドロップして覗いてみてください。面白いことが起きますぜ。あ、やばい。やばい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 。さよなら、皆さん。また、会う日まで。ほな。コメント見に行くとこうなります。なんかうまく使えば、そういう技に使えそうじゃない？ねえ、ここが入り口だよね。下から登ってきます。じゃあ、ここに待機することになると思うんですよね。はい。で、そのままね、この足場ブロック、で、大丈夫かな？足場ブロックをすり抜けてきたりとかってことないよね。いや、それが怖いな。確かに怖い。わかったわかったわかった。登ってきたところが待機所になればいいわけだから。こうして、こうして、こうして。ここは待機所でしょ？ミヤさんの部屋として使いたいもんね、ここをね。わかった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 。ちょっと待ってね。1、2、3、4、5、20。うん、大丈夫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 。ゴシ20。ランタンなかったっけ？全部使っちゃったかな、あれ。ランタン。いなくてねえだろ。一個も残ってねえじゃん。が、しかし、今の私は鉄がいくらでもあるんだ。そう、ランタンを量産することができる。鉄なんて何に使うのっていうコメントあったけど。あるぜ、鉄の使い道。一平あるぜ、一平。ランタンをめっちゃ作ってやりました。ここをヒヤさんと私、ヒヤさんと私の挨拶する部屋と、して使っていくとなると、ここはもうガラスじゃないんだよね。ガラスじゃないのよ。ガラスじゃない。足場だけね。壁もね、こういうのでやっちゃうとファントムが気づかない可能性すら出てくるからね。それは嫌だろ。一回り大きくしていきます。これで本当に動くのか。果たして今日この収録でファントムは出てきてくれるのでしょうか。そして、持ってきましたランタンをこういう風に設置し、ここにヒヤさんのベッド、そしてヒヤさんの、チェストで、ここに出てくるヒヤさんがここね。で、ここ俺のベッドだとするじゃん。奥スペースだとするじゃん。そう考えたら、あとはもうここね、全部、ガラスで囲っていけばいいわけよ。ガラス足りるのか、こんなもう。横暴に、ガラスを横暴に使ってますが。こうやって、隙間開けとけば、1マスも。こういう感じで、敷いていきます。ほいで、ここはいらなくて、いるのか。いるな。ガラスじゃないとダメだよな、多分。ガラスじゃないとダメだと思うんだよな。ファントムの、ファントムが認識してくんないといけないから。そしてファントムが湧いてくんないといけないから。そっか。やっぱり上はガラスじゃないとダメだな。で、ここで出てくるのが、看板はですね。看板は。看板は、
看板は、これボタンでもよくね。そうだった、統合板はボタンでもいけるんだ。ここまでやっちゃったんで、これで水下に落ちません、あう落ちませんよね。で、これで登っていくようにして、もう1ガラス周りに行くでしょ。ちょっとでかすぎるかな、ガラス足りるかな、ガラス。で、ここも上げの、こうして、はしご、ここつなげの、で、水バケツで流すでしょ。これどうなる。ああ、なるほど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 。ここに突っ込んでくるわけ。ファントムが。多分突っ込んでくるので、で、そこに壁にぶつかって、あいつ上向くじゃん。で、上向いたら、ここに流れて、この水のところに来るので、水に触れたら、水流で流されて、うんぬんかんぬんになると思うんですよ。ちょっと待ってね。だからここにもう一個看板をして、調節だよな。で、こうすると、はい。絶対ここに流れついてくるわけ。ここか、ここに。あ、いけるか。あ、いけるいけるいける。これで普段防いでおいて、挨拶するときだけこれ開けて挨拶すればいいじゃん、ほら。ね。これ1マスの隙間に入ってこられる可能性があるからってことで今ちょっと防いでみました。あとは誘導していくだけなので、上にガラスを設置していくでしょ？こうやって、水の上に。集めていくわけ。ここに。じゃあ一旦じゃあここに集まってくるから、で、あとはね、どうやって処理をするのかなんだけども、ガラスでここを道にしちゃって、あとは、ここでこうやって、2箇所でね、処理ができるようになればいいんじゃないかということで、さあね、このハーフブロックを、で、隙間を作って攻撃するスタイルでいこうと思うんですよね。こうやって上げるでしょ。で、2マスになるよね。じゃあ、ここに隙間を作りたいからとなると、じゃあ、こうして、こうして、下から、こうしてあげれば、こっからの攻撃が可能になる。で、ここはいらないんだよな。これはいらないんだよな。で、一番上は、こういう、光を通さないブロックを、置いておかないと多分ダメージ食らうでしょ。で、ここからこうやって攻撃する。じゃあアイテムが下に落ちていく。で、こっちもこっちで同じように。いや、ガラスなくなると、ガラスがここでなくなると、砂が多少あればよっしゃ。ガラスできてっか。おー、いいねいいねいいね。やってしまえば、これで完成なんじゃない。ファントムやってみるよ。我がファントムだっつってこの壁に当たって、ちょっと、水流に流されて、花火もったいないからファントムやめます。すいません。水流に当てられて、流されて、さっきの1マスの隙間のところに集まって、ここに溜まると。この部分にね。だから2つあるで、2箇所あるけど。で、あとね、問題として考えられるのが、アイテムが落ちてくるところ。ここから多分、あそこで倒すと、落ちてくるじゃん、ここに。看板にさ、アイテム引っかかったりする可能性がちょっと今、浮上してるぞ。いくよ。まあ、引っかかりはせんか。じゃあ、ここに、ホッパーを1個設置して、はい。こうやってホッパーを設置しておけば、ここにアイテムが落ちてくると思うので、ね。取りこぼしをしたくないというのであればですよ。こうなるじゃん。こういう風になるじゃん。アイテムの取りこぼし。もう一番嫌だからね、取りこぼしは。こうすると。まあ、ここからアイテム、取りこぼせず、ここに多分溜まってくるとは、溜まってくれるとは思うんですけれども、じゃあ、同じように、完成しました。待つか。じゃあ、ヒヤさん、どうもどうもどうも、ヒヤさん、殴るぜひ、殴るぜひ。殴んじゃねえよ、ヒヤさん。怒ってんの？部屋を勝手に改造したから怒ってんの、ヒヤさん。殴るぜひ。怒んないでよ。わかんない。感情が全く読めない、ヒヤさん。殴るぜひ。全く感情が、なんでそんな、殴るぜひ。常に、殴るぜひ。斜めライン入ってるし、顔に。殴るぜひ。わかんない、表情がさ。まさか感情は、はい、てことでですね、ヒヤさんにここにいていただいてですよ。その様子をですね、私は下から見るという。どうですか、それ。殴るぜひ。で、覗く。どうよ、これ、ほら。オッケー、行くよ、行くよ。それでは皆さん、ちょっとご飯食べてきます。しばらくお待ちください。はい、やってまいりました。またこのスタイルでございます。どうなっていくのでしょうか。一応、まあまあ、条件的には合ってるんですが、ぶっちゃけこれ今ね、20倍速やってるんですけど、あれです。ファントムも来ません。
底辺の怪獣でね、一応私もこの編集をするまでこの間に何が起こったかっていうのは分からないから、これを見ながらですね、お夜が来ましたね、まあ、一夜目、ここまでに一夜二夜過ごしてるのかな。あー一気に綺麗だったな。うわ空がこう夜空が綺麗ですね皆さん。夜空の向こう、まあこんな歌ってるとまた反権っていうか著作権来ますよって言われちゃうからやめとこうね。はい、あゴーレムが今行ってゴーレムだってな、2体目今ゴーレムが2体行ってますね。順調にアイアンゴーレムトラップは動いております。はーい夜が明けました。やっぱり、もしかしたら2、ああゴーレム行きましたね。2夜目だったのかもしれませんね。分かんないですよね、多分2夜目だと思う。2夜目か3夜目かどっちかって、3夜目っていうことはまだ現れないということですから、本当にこの待ってる時間本当に無駄なんだよなっていう。ではもう終われよって話なんですけどね、一応最後までつけてください。このね私がご飯を食べて帰ってくるぐらいまでちょっとつけてくださいよ。はい、この時はですねマクドナルドをですねウーバーイーツで注文してですね、来て食べさせていただきました。ニコ玉のやつでございますね。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、お相手なくね。では、遠慮なくマグラジオをやらせていただきたいと思います。こちらやっぱゾンビ治療するべきというアンケートですね。これは森の洋館の水溜りの中に、ね、7人ぐらいの村人ゾンビがいたんですけどもね、やっぱりそれ治療するべきだなということはこれ分かりましたね。頑張って治療したいと思います。兄弟ネームケロケロさん、エリトラで天井に当たるとなぜか呼吸ゲージが出るのバグ、あやっぱバグだったんですね、ありがとうございます。もうトムさんって支えられてるなっていうコメントが最近では出てるぐらいなんで、トムさん無理しないでね、本当無理しないでね、ありがとうございます。いつもキューティーマグね、この頃流行りのおっさん、はい、こちらトムさんマグロ犬すごいな、アイディアがいくらでも出てくる感じで、何でも絵が描けてすごいなと思いますが、もう一個トムさん、マグ時々ヒアね、懐かしいっすよねこれね。絵帳もやっぱりこう寄せていくのがやっぱすごいなと。はい、ホナオムカレー、ホナオムライス、皆さんありがとう。はい、どうも帰ってまいりました。あれダメなの？さあ、じゃあ片付け、ちょっとこっちの私が覗いていたところをちょっと片付けさせていただいてですね、いらないですからね。はい、見てない時に捕まるってなんだよそれ。しかし不完全燃焼だな、取れなかったですね。これまたいつか取りたいな。はい、ああやって捕まってるでしょ、捕まってるところをここからってやって、落ちなかった、そして落ちなかったという、こんな感じでやれやファントム捕まえられるぜひやってみてね。よし、はい、それでは皆さん、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。ここまでしばらく寝ずにですね作業続けてって、ヒアさんにずっとここにいてもらうことで、おそらくファントムもどんどん溜まっていくんじゃないかということで、今後はだから鉄がどれくらい溜まったかと、ファントムが何匹捕まったかっていうね楽しみが2つできたわけですね。これ素晴らしいアイディアをくださった方ありがとうございます。というわけで皆さん、また次の動画そして配信でお会いいたしましょう。本日誕生日の兄弟の方おめでとうございます。マグナムイズヒア、そしてまたお会いいたしましょう。ほなマグナムイズヒア。